ルドルフ・エイリヒ・ラスペのレリーフ・ジェームズ・タッシー1786年のミュンヒハウゼン男爵の,の1786年版の表紙ルドルフ・エイリヒ・ラスペはドイツ生まれで横領の罪からイギリスに逃れた師匠、著述家、博物学者である。ホラフキャクの冒険としても知られるようになるミュンヒハウゼン男爵の物語を脚色し、英語で出版したことで知られる。ラスペは ハノーファーで生まれた。ハノーファー鉱物局で鉱物や化石収集の仕事をしていた役人とプロイセン貴族の娘の間に生まれた。父親の仕事の関係で様々な鉱山地域で育ったことで工業の知識を得た。1775年にゲッティンゲン大学で法律を学び始め裕福な家の家庭教師をしながらライプチヒ大学でも学び、 1760年に、ライプツ被害学の学位を得た。1761年から、ハノーファー立ライブラリーで働いた。この時期の著作には、1755年に、大きな被害を出したリスボン自身にへの関心から、17世紀のイギリスの物理学者、ロバート・フックの地質学の講義録を見つけ、1763年に、スペシメニストリーナ・チャーリス・グロビー・テレック・イーイ、 そして出版したり、哲学者、ゴットフリート・ライプニッツの未刊の作品を刊行したりした。またジェームズ・マクファーソンやトマス・パーシーらのイギリス文学者の作品をドイツ語分けしたり、自らも試作し出版した。1767年にカッセルの教授となり、その後秘書に任命された。1769年にイギリス王立協会の機関紙、 フィロソフィカルトランザクションズに動物学に関する論文を発表し、王立協会フェローに選ばれた。ヘッセンカッセルホウハク・フリードリヒ2世の考古学遺物のコレクションの管理責任者に任じられていたが、生活のためにコレクションの一部を横領、売却していたことが発覚し、逮捕を逃れるために1775年8月に最終的にイギリスに逃亡した。同じ年、 王立協会のフェローから除名された。イギリスでは生活費を得るために、地質学の書物の翻訳などを行った。その中には、クックの公開に参加した、ヨハン・フォースターとロンドンで知り合い、その息子のゲオルク・フォールスターの公開記のドイツ語、役などがあった。知り合いの有力な実業家、マシュ・ボールトンの推薦で、彼の鉱山でも働き、工業学や金属学の分野でも、 功績を挙げた。同じ頃、美術史に関する著述も言った。とりわけ児童文学の分野で名作となった、ホラフキ男爵の冒険の成立に関わったことで、ラスペの名は残ることになった。ラスペは1785年に、ミュンヒハウゼン男爵のロシアの脅威の旅行と作戦の談話のタイトルで匿名で出版し、これはよく売れ、続編も執筆された。 実在のミュンヒハウゼン男爵の談話は MHSN 氏の話として同じく匿名の筆者によってベルリンで1781年に16の話と1783年に2話が出版されていたがラスペイはミュンヒハウゼン男爵の名前を出しさらに大幅に元の文章にないエピソードを書き加えたイギリスで好評であったミュンヒハウゼン男爵の話はドイツのビュルガーによって 再び、ドイツ語に翻訳されて出版された時にも、過筆が加えられた。後年の晩の差し絵、ありがとうございます。